どうこちゃみやです。今日はですね、特別ゲストの方をお呼びしております。おこと申します。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お父さん、テトリス自体はやったことは？あ、俺もうめっちゃ昔からやってたよ、実は。あ、そうなんですか？俺だってもうゲームボーイカラーのテトリスとかもうちょっとやってたもん。あ、そうなんですね。ちょうどね、あの、伝説の、あの、クソゲーオブザイヤーに選出されたこのテトリスアルティメットというゲーム。あ、これが噂のやつ？はい。ちょっと、やばいゲームなんですけど。一回じゃあちょっと自分とセットして対戦しましょう。あ、やりたい、やっていきましょう。これゴミなのこれ？いや、これはね、オンラインで対戦すると、まあ、何がゴミかっていうと、対戦が成立しないんですよね。オンラインで、はい、オンラインで勝つね。やばいゲームなんで、じゃあちょっと一応まあハンデ全部いきます。オッケー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 。ハンデをつけると、まあこんな落下スピードが速くなるんですけど。はい。そんな中、じゃあちょっと俺ガチでやって、じゃあ。あ、落下スピードね。何それ？すげえ。めちゃくちゃ。いきなりから岩が来るじゃん。はい。何それ？大丈夫それ？あーまあ、自分なら大丈夫です。自分なら大丈夫だ、はい、って豪語してるけど、これで負けたら超発見しない。あ、そうですね。負けないやもん。ちょっと待って、本当に。カスピードが速くなるんじゃなくて、お邪魔。ちょっと、やめて、一回、じゃあちょっと、なんか、何秒とか。じゃあ、2時間待ってもらっていい？2時間。じゃあ、20秒、20秒対決お願いします。あ、わかりました。しかもプラスハンデありで。プラスハンデあり。はい。ハンデありで。自分左側なんです。オッケー。大丈夫それ ?20 秒間死なないそれ。あ、これやばいか。いや、多分死なない。死なない。死なない。4、8、9、7、10、11、12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 
さあ、復旧したんで。やばいよ、これ。いきますよ。ちょっと待って、待って、待って、待って。おい、ちょっと、どうぞ、どうぞ。おい、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 コンボ続けてるよ、コンボ。あ、あ、そこに、おいちゃダメでしょ、やめてくれちゃい。ちょっとやめろ。TFP トリプルなんだよ。トリプル、トリプル、何トリプルって何トリプルって何トリプルアクセルみたいなやめて。31みたいな。31。9月ってさ、31日ないからさ、31アイスクリーム値引きすんのかな。ああ、どうなんだ。この関係ない話してて、我が間ここでやってる。ああ、その心の皆さんが、あの、おきびと、そう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 。てかこれ。お、大丈夫。アミヤ大丈夫。アミヤ大丈夫。アミヤ。俺なんか、ちょっと待って。ちょっと待って。一向にさ、はい、なんかお邪魔ぷよみたいなの送ってこないんだよ。そうですね、これ。これお邪魔。俺ら。あ、これ、どんなルールですこれ。俺ら何のために戦ってんのこれ。これは多分、うん、何なんすかね。うん。あれ、お邪魔行かないルールだね。お邪魔行かないルールだね。大変になってる。あ、ちょっとやばい。モコさんが、なんか、思いっきり怪しくないですか？あ、ちょっと、終わっていきましょう。とりあえず終わっとくっていう。はい、まあ、これは、とりあえず終わっとく、ね、はいはい、うん。多分、スコアを競う。あ、はい。スコアを競って最後に、ね、はいはい、はい、そういうことか。自分もあんまり覚えてなかったので、まあ、スコアを見ていただけると分かる通り、あ、まあ、1万8000と36万。36万ごめん、なんかダブルスコアだなと思ったら、こっちはダブルどころか、20倍くらい。まあ、多分そういうルールでしたね。あ、なるほどね。もう一つちょっとじゃあ、最後のお化けしてね。お化けこれは、なんだっけな。見えなくなるんですよね。うん、だんだん見えなくなっていくルールだと思います、ね。じゃこれもう、ハンデなしでいいよ。ハンデなしでいいですか？いや、ハンデの、マックス15だけでいい。あともう、ベースとかいらない。あ、ベースとかいらない。あ、わかりました。最後までいい。勝つから俺、はい。あ、早い。これ早いね。あ、早くなるんだ。で、この、消していくと、まあそうですね、この、一時的に、まあ見えなくなる。何これ何これ見えない。え、見えない、見えないんだけど。なにもう、なんで組めんの？いや、こう、見えなくてもね、やっぱり。なんで見えなくても組めんの？あの、自分は大丈夫だ。これ空間の調和したから。はい。空間の調和した結果もう。空間見えない。ダメよ、なんか、これも例によってさ、はい、相手になんか、おじゃんブロックみたいなのいかないんだよ。あ、これは、これも多分、スコア、うん。これもスコアなんだ。はい。ちょっと、勝ち目なくない俺。いや、まあ、わかんないよ。ちょっと、バンドだから。ダメよ、今日のバンド、バンドじゃないですか。晩飯は、まだ食べてない。あ、食べてないんだ。はい、あ、そう。ハンバーグ食べてない。ハンバーグ食べてない。で俺が、俺に勝ってたら、おごってやるよ。あ、マジですか？うん、おい。その場合じゃ、俺が勝ったら、あの、はい、あれな、あの、世界旅行をおごって。あ、わかりました。もう、これ、高級焼肉。高級焼肉と、はい、ジョブレンと、はい、プロフィールの新作買って。あ、新作わかりました。了解です。うん、ちょっと地形やばくないですか？うん、やばい、うん。やっぱり見えないのは難しい。あ、ね、見えないね。俺思った。あ、でね。ちょっと、スコア勝ってるね。まあ、そういうね、まあ結構、まあ謎芸の。謎ですね。はい。これはやっぱり、ソーディオブザイヤーに選出されただけのことはある。まあでも一応対戦は成立するってことは分かった、ね。一応できるんだ。はい。オフラインだと。ですけど、やっぱりちょっと。よくわかんないですね。これを踏まえて、その、ナビアが実際のオンラインの動画とか、ね。はい。また、その、カオスな、よりカオスな状況が見られると思うんで、ぜひそちらの方もご覧ください。というわけで。よくいいね。まあ、テトリス、どうでした？やっぱり、実際にやった感じは。ああ、でも面白かったです、ね。あ、面白かったですか？相手が見てるんじゃなければ勝ったんですか、ね、ああ、そうですね。まあ、自分は、まあ、世界じゃなくて。モコさんの、まあ、一回ね、モコさんとテトリス対決をやってみたかったというわけで、はいはい、テトリスアルティメットの動画でした。はい、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、皆さんもご視聴ありがとうございました。ではでは、お疲れ様でした。ありがとうございました。